ただいま。三人暮らし始めました。恋人でも家族でもない猫好き三人。なんだろう、ずっと誰にも認められてない感じがあるのよ。あんまり自分なんかがって思ってほしくないな。自分がこんなに幸せでいいのかなって思う時あるよ。一緒に暮らしたいって言ってもらったの。もちろん分かってます、あかりちゃんが決めることだって。誰に習ったわけでもない、ただ一緒にいたかったから一緒にいた。出会っちゃった運命。迷える大人三人と愛おしい猫の物語。欠けてるんじゃない、満ちる途中。きっと人生なんてずっとその繰り返しだと思うの。三日月と猫。この子たちは可愛いの根源。